駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。このチャンネルではですね、私札幌駅前作文教室という代表の藤本健一が普段考えていることや感じていること、また文章の書き方や情報発信のポイントについてざっくばらんにお届けしていこうという番組でございます。今日お届けしたいのはですね、三日坊主でもいいからやってみようということでございます。私先日ですね、ある早朝の勉強会で情報発信の仕方について、またブログの書き方についてをお届け差し上げました。その中でお伝えしたのは何かと言いますと、ブログって大事ですよってお話をしたんですよね。でブログ、その講座の中でもですね、今までブログをやったことある人とか、あるいは今やっている人、これから始めたい人、全くやりたくない人みたいにいろいろ聞いてみたんですよね。ありがたいことに皆さんどっかに手を挙げてくださったんですけれども、やっぱりブログってなんか知らないんですけども、以前やってたけど今挫折しちゃったよって方結構いらっしゃるんですよね。そういった方々にぜひですね、お届けしたいのはこのような内容でございます。何かと言いますと、どうしても三日坊主、になってしまうからあんまやりたくないなって方っていらっしゃると思うんですよ。ただ私自体ではですね、三日坊主で全然問題ないと思うんです。なんでかと言いますと、三日坊主それでも3日やったことになるわけですよね。で三日坊主でダメなの 3日やって終わった、ああ自分ダメだと思うからもう続かなくなるんですけれども、大事なのはその3日終わった後、じゃあまた始めようって言って始めれるかどうかですよね。私の好きな言葉にですね、三日坊主も10回やれば1ヶ月やったことになるというのがあるんですよ。で他にもですね、今日は最良の一日とか、そういう言葉もございます。これ何かと言いますと、今日始めるかどうか、チャンスは今日にあるよということなんですよね。3日、やって無理だったらまたそこの終わった時からまた3日挑戦すればいいんですよね。で何かというと、ブログっていうのは蓄積が効きます。だから今日書いた記事が3年後に検索される可能性ってあるわけです。実際私の書いたブログの記事もですね、3年前の記事が今日一番アクセスが多いとか、そういうことザラにあるわけですよね。でその3年後につながる財産になるのが今やるブログなわけですよね。であればそのブログはですね、ちょっとでもいいから書くと、はい、やらないよりやった方が全然いいわけですよね。で続かないんじゃないかなって思うよりも、よしじゃあ3日でいいからやってみようと、でじゃあそれをあと3日続けようみたいに気軽にどんどん増やしていくことがポイントになってきます。だからですね、ぜひですね、三日坊主を恐れずに挑戦していくということを大事にしていただきたいと思います。で私自身もですね、ブログとかあるいは YouTube とか毎日更新していこうというふうに取り組んでいます。幸いのことにブログは1000日以上で、メルマガは700日ぐらい、そして動画はですね、これなんか実は連続で3日目なんですよね。3日坊主で終わるかどうかという瀬戸際なんですけれども、それでもですね、もし3日坊主で終わったとしても、そこからまた頑張っていけばいいわけですよね。大事なのは本当に始めてみることですよね。始めないよりは始めた方がよっぽどいいと。で始めるのもですね、来年から来月からキリがいいところを探すよりもですね、今日からやってみようと、はい、今日だって何も準備できてないじゃないですか。それでもなんかやるとですね、全然準備もしてないのに自分はよく頑張ったということになるわけですね。だから完璧に整ったら、状況が整ったらやろうではなくて、まず今日からやってみると。でその上でですね、3日で終わっちゃったらまた、じゃあまた3日で頑張ろうというふうに決意していけるかどうかですよね。で実はですね、毎週1回挑戦して1回挫折してもですね、1ヶ月1週間の間に3日やってるわけですよね。でそれが1ヶ月あれば4回やってるんで、12日やったことになります。1ヶ月のうちの12日やる、それを年間12回やると、大体ですね、140回ぐらいですか、年間でやることになるわけですよね。でブログもそれだけ書けたら、多分やってる方に入ると思うんですよね。だから自分3日しか続かなかったって思ったら、そこからまた3日頑張ろうと、そういう風にぜひどんどん気持ちを切り替えていっていただきたいなという風に思います。これダイエットもそうですね。ダイエットも、今日ラーメン食べちゃったわで終わって、もうダイエットなんかやらないって終わると残念なまま終わっちゃうわけです。それまでずっと蓄積があるのであれば、一回ちょっとサボっちゃってもまた明日から始めようと思っていけるかですよね。はい、今日からここからという思いです。何か始めるんだったらですね、はい、思い立ったが吉日という言葉、日本にはいろんなそういう始めるのにいい言葉がございます。だからこそですね、中途半端でもいいからやってみると、3日しか続かなくてもいいからやってみる、そして、だんだん続いていってきたら、それ自分を褒める、そういった繰り返しをですね、ぜひやっていっていただきたいと思います。何かというと、始めないと人生なんか変わらないわけですよね。私は、3年前、4年前にですね、起業した時は本当お客ゼロ、売上ゼロで、嫁の紐状態だった時期もあります。
それでもですね、まあ、続けていく中でブログを書き続けていく中でお客様にも恵まれるようになりましたし、経営も成り立つようになってきました、まあ、まだまだなところも結構あるんですけれども、それでもですね、まあ、挑戦し続けていく、その中でお客様にも恵まれるようになってきました、まあ、こういったですね、挑戦をぜひ今後も私自身続けていきたいと思っております。ぜひですね、三日坊主恐れずに、はい、三日坊主も10回あれば1ヶ月やったことになると、はい、今日が最良の一日ですよと、はい、思い立ったが吉日だから不十分でもいいからやってみる、これらをぜひ心がけていただければと思います。え、今日はこういった形になりますけれども、ぜひですね、挑戦していく、続けていく、はい、三日坊主でもいいから頑張る、そういったところをですね、やっていくと皆さんの人生もより良くなっていくんじゃないかなと思います。まあ、こういった情報発信を毎日行っていきますので、チャンネル登録やメルマガ登録、またいいねボタンぜひぜひよろしくお願いします。なおですね、メルマガ登録はプロフィール欄から可能でございますので、ぜひお気軽にどうぞ。今回も最後までご視聴いただきまして、大変にありがとうございました。また明日もぜひご覧ください。それではまた、ありがとうございました。